そうした意味ではコウ君さん、この K1 クラッシュルールの中でムエタイが、はい、バックボーンにある2人、もうタイトル獲得歴も豊富な2人っていうところはちょっと目を引きませんか。はい、そうですね、まあ、このお互いの戦績獲得、獲得している、はい、ベルトがすごい多いので、これをこの後楽園ホールの近さで見れるっていうのは、はい、なんか WBC の決勝戦見ているような気持ちですね。確かに、まあ、いろいろ経験値を上げて、そしてなかなか石川さん、このルールで結果が出なかった桃太郎だったんですけれども、はい、下げ神戦で初勝利を挙げてここにやってきているわけですね。そう、前回の試合素晴らしかったですね。距離感と、ね、ポジショニングがすごく抜群にうまくなって、このルールにちゃんと、ね、適応してきた桃太郎選手が見えてたんで、もうこのキャリアを持ってるんで1個掴めばもう1戦ごと1戦ごとどんどん良くなってきますからね。一つ掴めばっていう点では与座選手どうですか、ご経験上は。そうですね、やっぱ勝つと負けるではね、本当に格闘技って大事だと思うので、勝ちに勝つっていうのは本当に難しいんですけど、はい、大切ですよね。まあ、一番の薬って言いますもんね、はい、やっぱり、まあ、こうやって蹴りも、まあ、2人の足の動きが面白い。まあ、コウ君さん、自由自在にこう足動かしているように見えますよね。そうですね、これはまたポケモンのような足技が繰り広げられていますね。ちょっとこう炎が見えるかのようなね、モーションでと、特に桃太郎、まあ伸びてくるかのようです。これ、まあ、ちょっとこうテコンドーにも石川さん、こう似ているような要素あるような桃太郎の蹴りもありますよね。そうですね、桃太郎選手はこのね、サウスポーのリーチをうまく生かして、はい、距離を遠い距離から、ね、距離を飛ばしてきますよね。まあ、そこに力強く右ハイキックは竹内です。竹内は43戦47戦しているのが空手歴がある桃太郎、階級を下げての戦い。ここ蹴りにパンチを合わせてくる竹内です。これ与座選手、距離感って大事になりそうですね。そうですね、今、お互いに距離の探り合いなんで、先に距離感を掴んだ方が有利になるのかなと思います。まあ、右ローキックは桃太郎スイッチしています。赤いグローブです。与座選手、こうやって目の前でスイッチされるってどうですか。自分も両方できるので、はい、そこまで苦手意識はないんですけど。空手家の方ってそうですもんね、はい、バックプロもある。まあ、オールマイティ二頭桃太郎です。まあ、今回のクラッシュのポスター上の扱いもちょっと悔しさが生まれたなんていうふうにも語っています。小さかったというアピールですね。勝って上がっていくしかありません。石川さん、竹内の戦いぶりどうですか。竹内選手がね、桃太郎選手非常にやりにくく距離ポジショニングしてるんですけど、はい、それに対して苦手意識を持たず冷静に戦えてるん で、はい、でちゃんと、うん、自分も不利なポジションにならないようなところずっといることをキープできてるんで、このね、絶妙なお互いの距離感の、探り合いの1ラウンドですね、はい、まだまだ試合動いてないですけど。そうですか、はい、左ローから左フックは竹内、相手のノーキックに合わせています。まあ、本当に足首自由自在に動いてくる桃太郎の蹴り、より伸びてくる。互いにね、このね、はい、足を踏み替えて距離を変えて、はい、本当にこう矛と盾いろいろこう入れ替わってっていう戦いになってきますよね。ここは一気に距離が近くなる桃太郎のパンチ、この突きには一旦動いてかわした竹内、第1ラウンド終了です。さあ、クラッシュの壊し合いというよりはテクニック合戦になるなんていう2人の見解は一致したんですが、コウ君さんに伺いましょう、はい、そんな内容には見えましたか、どうでしたか。そうです、僕ちょっと加藤コーナー選手と仲良くさせてもらっていて、で今回の大会の試合の詳細聞かせてもらったんですけど、まあ、この試合は、まあ、お互い無敵でそのテクニック合戦になるって言ってたんで、はい、まさにその通りだなと思いました。予習バッチリですね、はい、加藤コーナー選手と僕すごい似てて。あ、そうですよ、ですよね、よく言われそうなんですよ、僕のドッペルゲンガーなんですよですか、クラッシュドッペルゲンガー、はい、クラッシュドッペルゲンガーのコーナー選手に教えていただきました。どこで知り合ったんですか。それこそ僕と似てるってお互い、僕たちが似てるっていうのをお互い、はい、知っててザマッチで知り合いました。そうですか、東京ドームで、はい、そうですか。
さあ今日はそこからほど近い後楽園ホールです。桃太郎と竹内の表情ほとんど変わりません。サウスポースタイル赤いグローブ桃太郎、まあ、しかしいろいろスイッチしてタイミングを見てきます。オーソドックスからここもちょっとサウスポーを見せての竹内、強い右ハイキックがあります。与田選手どうでしょうね、どのあたり注目ポイントとしたらいいですか。そうですね、竹内選手はこの桃太郎選手の独特な蹴りとかステップにそこまでやりづらさを感じてないと思うので、はい、このラウンドでどう戦い方を変えてくるのかなっていうのに注目してます、ね、何をぶつけてくるかですよね、はい、ここ近くなってまたステップから前に出る右ハイ左ハイ桃太郎、1段目は桃太郎選手が自由に距離をマーク、はい、足を踏み替えたりしてたんですけど、はい、2段目はそれに対しての竹内選手がどんどん自分から攻めて、ね、はい、距離を自分の有利なポジションにキープしていくっていう作戦に変えてきてますね。確かにそう思いますね。コウ君さん本当にこう、おーおーパンチ、ここは桃太郎が前進、はい、コウ君さん、あの竹内がこう頼もしく見えますもんね。そうですね、うん、なんか顔を見てもいろいろ感がある顔しているんで、うん、見えているのかなと思います。ブレイクメイとなるとここはもう釣れます。すぐにブレイクが命じられます。桃太郎は右手を前に構える、今度は左手前、また戻す、強い、ここほとんど膝蹴りになったか。竹内の右の蹴り、竹内選手はですね、この桃太郎選手はこの K1 リングで、K1 のリングでこの接近戦、離れ際、組み際のところでパンチ、ダウンしてるっていうのが何回かあるので、はい、そこを狙ってるのかもしれないですね。そうですか、そこの距離に入る、このミドルキックをもらう距離っていうのは、はい、桃太郎選手の強い距離なので、はい、この接近戦、今のぐらいのね、はい、近いところですよね、うん、まあ、確かに今も食らわず、強いボディへの攻撃、食らわず、食らわせようと竹内、いや、与田選手インパクトありますね。そうですね、竹内選手は桃太郎選手の釣りの終わりにリターンを当て始めたので、だんだん竹内選手のペースになってきたんじゃないかなと思います、はい、そのリターンがいい竹内、青いグローブ、左手でちょっと小刻みにジャブを出して測るかのようです。本当に落ち着いた表情、2人ともそうです。一つ空振り、ワンツー詰める竹内。残り30秒なんですが、コウ君さん、ちょっと様子が変わってきたなっていう気がまたしませんか。そうですね、何かちょっとダウン、KO が発生しそうな匂いはすごいしますね、一発ありそうな、はい、竹内の近くなってからの攻撃、ボリ打ち、そして離れた距離では桃太郎のトリッキーな蹴り、2つ大きく、桃太郎、ここは空振り、前に出て左フック、ここはガードしている桃太郎、詰めてくる、あと2秒、前蹴り、落ち着いています。ここで第2ラウンド終了。いやー、コウ君さん、本当にこうずっと大爆発前の小爆発続いているような、はい、そうですね、まあ、なんかお互いのテクニックをすごい見れて楽しいんですけど、まあ、第3ラウンドは何かまあちょっとお互い打ち合って、はい、どっちかがダウンしそうな感じはずっとしますね。いや、確かにそうですね、はい、本当にその戦略をもう一つ突き進めてという最終第3ラウンドになりそうです。与田選手、スローをご覧いただいています、はい、まあ、竹内のパンチであったりありますけれども、いかがでしたか。でも桃太郎選手も、返すところしっかり返しているので、はい、まあ、なかなかこう難しい試合なんですけど、竹内選手はしっかり、右のインローを今効果的に当てているので、はい、下認識がいって、左フックが何度か当たり始めているので、攻撃のチラシのテクニック、はい、青コーナー、青いグローブ、竹内です。3階級で5つのタイトルを獲得しています。さあファイナルラウンド、ここまで五冠王としてこの K1 グループにやってきた青いグローブ竹内に左のハイキック、ミドルキックからちょっと高い軌道でしょうか、まあ、空手を土台に、こちらも3つのタイトルを獲得している赤いグローブは桃太郎、共に新天地での戦い、どちらが先に行くかというフェザー級です。今夜タイトルマッチが行われる階級、前に出て歩くようにしながらの蹴り、竹内が放ちます。ここは今石川さん、オーソドックス竹内、はい、あ、変えてますね、いろいろ。そうですね、互いに、ね、いろんな引き出しが来てますね、そうですね、まあ、外からのフック、
竹内のロングフックがあります。竹内選手の2ラウンド目がね、あの、はい、竹内選手の先手がプレッシャーになってましたからね、はい、逆に変わらずこのラウンドはなるべく桃太郎選手が自分からの先手が多く意識しているのかなっていう風な印象なんですけど、まあ、パンチからも今飛び込んできました。で右手は前に構えたままローキックにも足で反応しています。やっぱりコウ君さん、どこで大きく動くかですよね、これ。そうですね、もうラスト1分40秒あたりなんですけど、何か北欧来そうですね。与座選手どうですか、このラウンドここまで。そうですね、桃太郎選手は、コンビネーションの中にパンチを織り交ぜてきたので、はい、非常にいいと思うんですけど、はい、もう少しコンビネーションの数を増やしていけるといいのかなと思います。はい、一発一発単発にはしたくない、まあ、コンビネーション自体もそうです。桃太郎、技の豊富さは魅力、そして足技だけではなくと見せてきています。石川さん、竹内のペースってどうですか。竹内選手としてはですね、あの左フック、桃太郎選手は距離を取りたいわけですよね、はい、距離を取ると桃太郎選手の攻撃がミドルキックからの攻撃がどんどん来るので、それを潰して、はい、どんどん2ラウンド目からですね、このそれによって自分のペース、自分の攻撃を当てにいくことによって、はい、それがプレッシャーになっているので、これでいいと思います、はいはい、ただなかなか、ね、桃太郎選手もそれに慣れてきたので、そう簡単には崩れないという展開なんですね、3ラウンド目は。そうですね、はい、まあ、与座選手、こういうペースでずっと来るとお互いやっぱ慣れますよね。そうですね、なんでその中でリズムをどっちが先に変えるかが鍵になると思いますね、はい、まあ、それが思い切った攻撃なのか、こうしたかかと落としのような桃太郎のような右ミドルキックから右ストレートは竹内、時間が少なくなってまいりました。あと20秒です。段以上の発生はあるか、2段蹴り桃太郎、それに蹴りを合わせていた竹内、竹内圧力をかけてくる左フック、腹っ柱のあたりを捉えていると、右ストレート桃太郎返してくる、桃太郎詰める、位置は譲らない竹内、ここでストップ、試合終了です。判定に入ります。さあ、コウ君さん、どう映りましたか。はい、そうですね、もうラスト10秒ちょっと桃太郎さん、はい、ちょっとだけ効いたのかなっていうところあったので、はい、もう竹内さん選手すごい有利になってるのかなみたいな、まあ、難しいですね。いや、そうですね、はい、判定です。ジャッジ豊永30対30ドロー、1人目はドローです。ジャッジ岡田30対30ドロー、ジャッジ島村30対30ドロー、三者30対30、判定0対0、規定の表示に達しないため、延長エクストララウンドに突入いたします。延長戦を行います。この1ラウンドに全てがかかります。このラウンド自体のマスト判定となります。まあ、コウ君さんの難しいなという言葉、その通りですね、これは。そうですね、まあ、あの僕素人なんですけど、ちょっと目に狂いはなかったなと思ったので、自信つきました。そうですね、こういうところでいろいろこう面白さだったり妙に分かってきますもんね。はい、さあ、与座祐希選手に伺いましょう、はい、ここからの展望はどんなものありますか。そうですね、竹内選手は最後の方蹴りが少し減ってしまったので、はい、もっと、蹴っていけばいいんじゃないかなと思いますね。竹内は蹴り、そして桃太郎は与座選手、はい、後半、まあ、パンチの数も多く織り交ぜてなんていうお話もありましたね。そうですね、やっぱ、見せるのがうまいので、もう少し数を増やしていけると、印象的にはいいんじゃないかと思います、ね。まあ、そこが本人のいるそのムエタイベースの K-1 ルールの戦いテクニックの一つなのかもしれません。ムエタイベースがこのリングでという分かりやすいサバイバルになりました。右ハイキックパンチからつなげるのは桃太郎で、蹴りがもっと多く出せるか竹内。ここそう、このランナーも、ね、マストなので、はい、どれだけアグレッシブに攻撃を当てることができるかというところに、たまに、ね、あのディフェンス上能力が高いので、はい、どれだけ攻撃を当てられるか、ね、そうですね、はい、まあ、与座選手から見せるのがうまい桃太郎なんていう表現もありました、はい、お互いにうまい選手なので、はい、右だダウンではありません。自分の攻撃でしっかり終わることが大事かなと思いますね、はい。まあ、例えば今のようにというのもあるんでしょうかね、はい、あの相手の攻撃で終わってしまうと、はい、だんだん相手のリズムになってくるので、しっかり自分の攻撃で終わった方がいいと思います、はい。まあ、あとはそれでも与座選手、まあ、さらに倒そうという気持ちで出られるかどうかというのもありますね。
そうですね、でもマストなんで、はい、お互いもっと行きたいですね。さらに、はい、ここで倒してこそとアピールしていきたい。常に先手でいきたいですよね。いや、そうですね、先手で攻撃して、はい、普段に攻めてる姿勢に見えますかね、はいはい。でも想像するとコウ君さん、本当にこうやってリング上でもう負けねえぞって出ていくのって本当に相手も強いですし大変ですよね。そうなんですよね、このリングでお互いの負けん気が溢れているので、すごいもう見ていて楽しいですね。いや本当に、はい、そうなればなるほどですよね、はい、竹内前に出ていこうとする、口も開いています。桃太郎はよく回る、よく動く、これマタドールのごとし、残りは半分を過ぎています。小足の美学、小足の舞台クラッシュ、そこでムエタイベースの2人の戦い、テクニシャン対決です。あ、でもこういうところ与座選手接近戦も面白いですね。少し桃太郎選手余裕が出てきて、はあ、自分の攻撃を的確に当てていなしてるのかなと思いますね、はい。まあ、いなしもあって膝蹴りもボディに、そして右ストレート、やっぱり石川さん、こう当て感がいいんでしょうね。そうですね、あと攻撃のポジショニングですよね、はい、ポジショニングがいいことで自分の攻撃で終わるんですよね、はいはい、相手の攻撃を返させることができないので、この辺がうまいですね、まあ、攻撃一辺倒ではなく、はい、そうしてしっかりとセッティングしてくるんですね。うまいですね、まもなく残り30秒になろうとしています。これが、ね、あの前回、西上選手の勝利の時にも光ってたのがこの桃太郎選手のポジショニングだったので、はいはい、ここは近い、この位置、ラコウ君さん、もう最後の一絞りですね。そうですね、最後なんとか出し切ってほしいですね、後悔のないように、はい、出し切って顎へのパンチは桃太郎、パンチの打ち合いでも、いや、それならクラッシュで見せてやろうじゃないかという気概見えてくる。竹内ちょっと顎が上がる場面が多い、圧力詰めてショートレンジのパンチ、桃太郎をまとめました。最後に返した竹内、この後判定です。マストシステムによって行われます。コウ君さん、一つステージ最後上げましたね。そうですね、やっぱり延長になってお互いのもう絶対に負けたくないっていう気持ちが出ていたんで、お客さんの拍手も今日一番ぐらいですごいなんかあったなって思いましたね、本当にこう気持ち一緒になってきますもんね。そうですね、もう本当にお互い白熱して試合でした。お知らせいたします。さあ発表です。ジャッジ豊永10対9、お竹内、竹内1票、ジャッジ大田10対9、赤桃太郎、桃太郎返した10対9。さあ3人目です。ジャッジ島村10対9、赤桃太郎、桃太郎以上判定勝利、勝者赤コーナー、桃エクストラランド2対1と割れました。接戦、これ接戦となりましたが、最後の拳の連打も効いたか、桃太郎です。応援の声も届いているか。さあ与田選手に伺いましょう、はい、見せるっていうポイントも聞きましたか、どうでしょう。そうですね、まあ、最後本当延長って苦しいんで、はい、どれだけ、気持ちで上回れるかだと自分は思ってるんですけど、まあ、そこで桃太郎選手の方が上回ったのかなと思いますね、はい、まあ、パンチの数増やしていきましたね、はい、コウ君さん、どう映りましたか。そうですね、まあ、桃太郎選手、まあ、先ほど与田選手が言ったようにもう3ラウンド終わった時のスタミナって本当にあまりお互い残っていないと思うんで、はい、ここでの気持ち勝ちしたのかなと思います。いや、ちょっと安心したような笑顔が一瞬見えたような気もしました。桃太郎、これで下げ髪和樹戦に続いて連勝です。